ウェストフレテレンは、ベルギーのシントシクスタス修道院で醸造される、トラピストビールの銘柄。ウェストフレテレンを醸造するシントシクスタス修道院は、ベルギーのフランデレン地域ウエストイコールフランデレン州の、ポペリンゲの町近くに位置する、カトリック現立市東会の修道院である。ポペリンゲの町は、ベルギー中でも良質なホップの産地として知られ、ウェストフレテレンもまたこのホップを使用して、 醸造されている。シクスタス修道院は、トラピストビールの商業的な販売には、消極的で、訪れた人にできるだけ買う機会を与えるを、モットーとして、トラピストビール醸造所の中で唯一、業者への卸販売を行っていない。また、醸造量も少なく、年間475キロリットルしか生産していない。ビールの販売は不定期で、院の前に小さい看板を出して、 販売を告知する。販売を開始したと話を聞きつけた購入者が車で来園するため、周辺では順番待ちの行列ができる。販売はドライブスルー形式で車1台につき1ケースまでと厳しく制限されている。車のナンバーを控えられるため、同じ車で並び直しても当日に再購入することはできない。総員にある販売所では随時購入できるが、 ニット・バーダー・バーコパンと印刷された紙を手渡される。銘柄の一つ、アブと12が、二つの国際的なビールのランクサイトで1位にランク付けされ注目度が高まったこともあり、生産量を増やすべきとの要求が高まったものの、修道院側は、地元の新聞社のインタビューに対し、生産量を増やすことは全く考えていないと、答えている。前日の通り、業者に卸していないため、 市場で流通している品は特別な場合を除き非正規品である。ベルギー市内でさえもプレミア価格で販売されている場合もある。これら市場に出回っている非正規品の中には物珍しさを優先した仲介者や業者の存在な扱いで状態が悪くなったものも見られる。1831年にフランスから来た修道士たちによって設立され、1838年から ビールの醸造を開始する。二つの世界大戦を通じて、略奪にも合わず直接的な戦火にさらされなかった、唯一のトラピストビール醸造所であるが、第二次世界大戦での間接的な被害は大きかった。1946年、復興を目的として、近くのワトゥー村のセントベルナルドゥス醸造所と委託契約を結んだ、修道院の醸造所では、院内での引用分を製造し、 商用分の生産はセント、ベルナルデュスがライセンス生産することになった。セントベルナルデュス醸造所の製造品は、シントシクスタスと名が付けられ、1992年までライセンス契約は行われた。それに遡る1989年に、シクスタス修道院は醸造設備を一新している。ウェストフレテレンのボトルとグラスに注がれたアブト12現在は3種類が生産されている。 いずれもラベルはなく、王冠に情報を記載している。そのため瓶には、トラピストのマークがなく、出荷用の木箱に応印されている。ブロンドアルコールド5.8%。王冠は緑。液色は金色。柑橘類に似た香りと苦味を持つ。エクストラ8アルコールド8%。王冠は青色。液色は、黒褐色。ビターで甘みもあり、バランスが良い。 黒ビールに似ていると評する人もいる。アブと中にアルコール度10.2%。王冠は黄色。液色は濃厚褐色で、泡も茶色がかっている。コーヒーやチョコレートにも似た苦味と甘く重いコクのあるボディをしている。以前は、院内の引用に6.2%のスペシャル6と、院内での引用ダブルがあったが、ブロンドに統合された。ありがとうございます。